逍遥遊という言葉は、古代中国の荘子で語られる哲学的概念の一つ。巨大な鳥である方になった魚に、地上の平均的な魚や鳥たちに嘲笑される寓話を風刺することで、現実の束縛や価値観から解放されて、自然と調和しながら心のままに生きる究極の自由な境地を説いた。小さいものが急に大きく感じる現象は、医学的にはマクロプシアと呼ばれる。アリス症候群とも呼ばれ、脳の疲労や心身のストレスが原因の比較的珍しい神経症候群である。自炊しない一人暮らしの人は、結婚の確率と夫婦円満の確率が低い。令和の時代では共働きが常識化しつつあるため、特に男性は料理ができないという欠点は女性にとって魅力度を感じないケースが増えており、結婚後の外食やデリバリーのない生活によるストレスは巡り巡って家族へと発散してしまう。一般的なグランドピアノは白鍵と黒鍵を合わせて88個ある。白鍵は52個で、黒鍵は36個であり、19世紀に物理的にも音楽的にも最適なバランスと判断したアメリカの楽器メーカーの基準が現在も広く採用されている。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。